はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。今日は2021年12月31日大晦日ですね。今年最後の YouTube ブログの方を撮ってあげていきたいと思います。本当にね、今年いろいろとありがとうございました。ちょっと長々お話ししたいと思います。新商品のこともありますので、飛ばしながら見ていただければなと思います。まあ本当2021年木軸ブームっていう感じなのが昨年から続きまして、今年もう落ち着いちゃうかなと思ったんですけど、本当春のイベントからものすごくって、本当に今年はいっぱい作ってきました。まあ特にペンシルですね。本当に過去最高本数を作れたのではないかなと思います。まあ作ってきたんですけども、でね、まあそんだけ作って、まあイベントで販売が多かったんですけども、やっぱり前半コロナの影響でなかなかイベントが思い通りにできず、まあその中でもね、イベントすれば本当皆様に並んでいただいて、本当にお時間ね、ゆっくりっていうわけにいかず、もうバタバタという感じでね、あの皆様に買っていただいて本当に申し訳ないっていう気持ちもあります。ね、本当にゆっくり見ていただいて、ゆっくり喋ってっていうのがイベントの醍醐味だったはずなのに、もう本当に来ていただいて、もう20分、30分っていう間に選んでいただいてっていう形だったのでね、また来年もね、ちょっとその辺が続きそうなんですけども、またゆっくり皆様とお話ししながら、イベントできるのをちょっと考えながら、少しずつ改善していきたいなと思っております。はい。まあ本当にね、ペンシル、すごいですね、皆さん。こんなに買っていただいて、で本当にね、一人の方もコレクションのように買っていただいてますので、まあいろいろと使っていただいたり、まあたくさんあっても、ゆっくりゆっくり使っていただいて、その木の経年変化、木の感触とかというのを楽しんでいただければなと思います。まあやっぱり、工房節はまあ、木ないやつよりもやっぱり木あるやつの方が、やっぱりメインで使っていきます。まあ来年もね、頑張っていろんな木出していきたいなと思います。まあ、今年頑張ったのがわりかし欅でしたね。欅、まあ伊勢神宮の欅がまた手に入ったっていうのもあったので、今年は欅かなりたくさん出せたと思います。もちろんこういうちょっとした変わった木っていうのもあるし、本当につぶつぶ木みたいな、もうあんな、もう次生きてても次出会えないだろうなっていう、思うような本当にすごい木のものもありました。まあ、ハワイアンコアも本当だいぶなくなってきたんですけど、まあそれでもまだハワイアンコア、僕もめっちゃ好きな材なので、まあ今後も出していきたいと思います。まあ本当にね、手元に全くないんですけども、まあ特に言われたのがローズウッドのコブ木、そして黒柿のクジャク木。一番やっぱり言われて、やっぱ人気だったかなっていう感じしますね。まあその二つに関してはなかなか出せないっていうのもありますし、お値段もありますし、まあ木のレベルの差がすごいので、まあなかなか難しい材料ありますけど、また来年ね、それなりに頑張って出していければなと思います。そしてマーブルウッドですね。まあここにちょっとないんですけども、まあ今年のイベントで最後余った分はちょっと最後にお店の方いろいろと納品しております。なのでマーブルウッドもね、本当に枯渇してます。もう本当来年ほとんど作れないんじゃないでしょうか。前半のイベントにね、少しずつ出していきますけど、今年のように1年間イベントには毎回10本以上持っていくっていうようなことはちょっともうできなくなりますね。はい。まあ僕の方は出せませんけど、まあ他の作家さんとかは持ってらっしゃる方もいっぱいいらっしゃると思いますので、マーブルウッドね、
まああれも不思議な色の材です。すごく騒がれてるのも分かっております。またね、見つけ次第買うのもいいんではないでしょうかという感じですね。はい、まあ本当ペンの方はまた引き続き来年もと思っております。まあでも本当にねペン作りすぎてね、もう本当夏ちょっとおかしくなってもペン以外作りたいとかと思ってペントレーとか、まあつけペン、まあインクオープナー含めてちょっと違うことにも手出しながらっていう感じでした。ね、工房説はもう1年に1個新作を作るって決めてるんですよ。なので今年はね、まあそれがまあできたっていうのも良かったですし、まあペントレーもね、まあいろいろちょっと今まで制約があったのが本当に解除されて生産ができて、また新たに作れたっていうのが良かったですね。はい、まあ来年はもうちょっと自分でちゃんと磨いて作品になったやつを販売できればなと思います。もうね、まあ皆さんにね磨いていただくってやつですね。まあこれこの後まだ入れてないやつですけど、まあ、これもすごい自分の中ですげえアイデアだなと思ったんですよね。まあ本当たまたま端材があって一本用にはなるけど、うん、自分の決めた寸法に合わないとかっていうやつがあったので、まあそれがきっかけだったんですけど、まああとまあちょっととあるところでぶっちゃけ話もしたりしましたけど、はい、まあウッドキューブですね。本当磨くの楽しいっていうことで、まあ YouTuber さんがね磨いたりとか、他の作家さんがそれをちょっと形変えて、作家さんじゃないか、まあ素人さん、お客さんがそれを形を変えて何かにするとかっていうのも流行ってたんですけど、まあなかなかそれはねハードル高いことだったので、ただ単に磨くっていうのが多かったのかなと思いますけど、まあどうせ磨くなら使えるものをやってみましょうよっていう僕の考えですね。まあ来年は、まあ今年黒炭、桜、パープルハートでウォールナットだったんですけど、また来年ね端材いろいろ出てくるかなと思います。まあこういうこれが作れるっていうのを気にしながら作っていきますので、また来年違う材料も、まあもちろん形は大体こんな感じですけど、大きさとかね変わってくるかもしれませんけど、また作れていければなと思います。まあウォールナットの方はね一本用、長いの短いのいっぱい作りました。そのためね実店舗さんの方で置いていただいております。まあその辺はね今までのブログ、 YouTube 見ていただければわかるかなと思います。で、工房説のベースさんの方でのショップでもまだまだ少し売っておりますので、よければお願いします。そして今ちょっとベースさんって言いましたので、ベースさん今年ね、10月からショップの方を開いて、まあ、抽選販売させていただいたんですけども、まあ、そうですね、どうでした？僕でも、まあよやれてよかったなっていうのもありますし、まあアウトレットとか、まあお店にちょっと置きにくいやつとかも中心にまあ販売してきましたので、まあ、たまに普通のやつも混ぜながらだったのでね、イベントに来れない方、お店に行けない方にも当たったのかなっていう感じですね。はい、また来年もそういう感じで、あまり普通の作品はねちょっと頻度は少ないんですけど、たまに混ぜる程度で、まあちょっとどうしても売りにくいものとかっていうものを、ちょっとお安めのものをね、あのベースさんの方では販売していきたいと思います。はい、でついでに12月29日で仮装の方全部終了させていただきました。その後ね、あの入金あった方、もしくは注文されて決済終わってる方っていうのは、すいません、来年の業務1月の6日から6日は僕が来るだけかな、7日から発送ができるかなと思います。なので少しちょっとお待ちください。はい、またよろしくお願いします。でね、ベースさんの方ちょっとだけ今更新したんですけど、インクの方ローズウッドとオレンジの02の方ですね、こちらの方秋に新色としてできたんですけど、ベースさんの方にねちょっと載ってなかったんですけど、頑張って載せましたと言って、写真撮りがねもう
最悪っていう感じで載せております。また来年ちょっと時間があった時にちゃんとやりたいんですけど、一応載せましたので、よければ買ってください。でもね、ちょっと慌てないでください。すぐ買うんじゃなくってちょっとだけ待ってくださいね。載ってはいるんですけど、はい。で、まあ4色載りましたね。オレンジの01と黒柿があって、もう一つの項目 で、種類別にラメなし、ラメ、ゴールドラメですね。で、ラメエース、シルバーラメのものと3種類あるようにしてますので、まあ、選んでいただいてという形です。そしてね、実は、ほんとこの年末に、無理やり間に合わせたっていう感じなんですけど、新色。来たんですよ。でね、新色来たんですけどね、ごめんなさい、シールがね間に合ってません。シールが1月4日もしくは5日にうちに届きます。なのでシールは後で貼ります。はい、6日の日僕が頑張って貼るのか、アルバイトさん頼んで貼るのかっていう感じなんですけども、新色1月1日から販売したいと思います。という感じで、何がっていうと、じゃん、はい、貼ってません。そうです、シールがないんです。はい、まあ、こういう感じで後でシール貼ります。何ができたかっていうとですね、こんな感じです。大きくしましょうか。はい、かりん紅白でございます。かりん紅白、ほんと点々点、はてなはてなはてなっていう感じだと思うんですけど、かりん紅白、かりん紅白、かりん紅白ですね。はい、まあ2トンなんですよ。まあかりん紅白もすごい人気な材ですね。はい、2トンで、まあ赤いのと、まあこれは黄色っぽいんですけど、まあ白っぽい、まあいわゆる白田と赤田って言われるので、まあだからかりん紅白、まあ白田なので白という考え方で、まあかりん紅白なんですけども、はい、2色をどうインクにするかって考えて、まあベースはまあこっちの赤ですよね。で白をどうするかって言ったら、ラメです。白ラメです。はい、でまあベースの色はまあ、濃いやつ。まあ、だんだん、その、カリンはエイジングが割かし早いです。1年、2年ですごい変わった、濃くなるっていう感じですので。まあ、まあ、濃くなる赤なんですけど、まあ、やっぱり木なので、ちょっと茶色系ですね。だから、赤茶系の、まあ、濃い色っていう形で、ベースの色を作って、そして白ラメを入れることで、まあ、カリンの紅白を表現したということです。まあちょっと文章にも書いたんですけど、いいのかそれで、本当にいいのかっていうもうツッコミをね、まあちょっと何人かに言ったんですけど、本当にね、はい、来ました。もう自分でも思います。もう思いっきりツッコミどころ満載でございますね。でももうごめんなさい、作っちゃった。はい。なので、はい、販売したいと思います。で、他のインクはね、2500円の消費税、2750円で販売。前なんですけど、かりん紅白に関しては消費税ちょっとしばらく50個ちょっとサービスっていうことで、まあいわゆる正月料金と言いましょうか、2022年なので、まあそうですね、少しぐらいちょっとサービスして皆さんにお届けしたいなという気持ちでやりたいと思います。まあ、本当はね、去年までいろんな店舗さんで正月企画みたいのをさせていただいたんですけど、今年ね、どの店舗もやっておりません。普通に納品しちゃってます。で、まあ、新店舗さんもできました。ということで、はい。まあ、ちょっと、なんで、書いていきましょうか。ごめんなさいね、動画が長くなる。はい、ラメなのでちょっと振ります。
いい紙がないので一筆線で節のつけペンですね。ちょっと失敗したやつなので自分で使おうかなという感じですね。白ラメ、さあこの濃い色にどれぐらい白ラメ乗ってくるのかな。ちょっとこんな感じですけど、まだあんまり見えないな。ちょっと乾くの待ってみようかなっていう感じです。まあイメージ的にはほんと使い込んだカリーの色だっていう感じですね。はい。まあ、そして昨日のブログ、YouTube ブログの方でもお話ししたんですけど、2022年からですね、新工房節の作品の取扱店舗さんが2件増えます。まあ、一つは、YouTube でもあげました。大阪のアンバサー道島アンバサーだったかな、ビルの名前か。の、デルタさんっていうステーショナリーショップでございますね。はい。そちらの方で、まあ、ルージェペン、ペンシル、で、インクオープナーと、つけペンガスタムの方、販売です。あと、メンテナンスオイルもありますし、固定式口金もあります。で、デルタさんの方では、自分で磨くペントレイですね。はい。こちらの方も置いてもらってます。そして、もう一件。YouTube の方、ちょっと店舗さんの方でね、取れなかったので申し訳ない、ことで言うだけになりますけど、横浜の桜木町、遊林堂さんですね。ストーリーストーリー横浜さん。そちらの店舗の方で、同じく、ルーチェペン、ペンシル。で、まあ、固定式口金、ね、メンテナンスオイルもあります。で、磨くのもあります。そして、オープナー、つけペンカスタムも置いてあります。そして、インクがね、黒鍵だけ置いてありますので、よければまた見てくださいという感じでございます。はい。どうだろう。乾いてきた。うん。どうでしょう。薄いとチラチラ白が見える。うん。お、ボトルの振りが甘かったかな。はい。まあこんな感じでカリン紅白。うん。名前としてはすごく縁起がいいんですけどね。はい。本当に僕はねイングにして良かったのかどうか未だに疑問でございます。2021年。最後にやらかしたかもしれません。それが2022年のスタートとなります。まあいっか。すごい今年楽しめました。本当にインクも含めてまあいろいろと楽しめました。でまあこのインクがあることによってまあインクイベントにも僕参加ができました。北海道と東京のクリッパーなんですけど、来年はもうちょっとねいろんなところを参加できればなと思っております。もちろん今年やったように店舗さんでのイベント、もしくはあとは個展の方も決まっております。もうほぼほぼね来年12月までスケジュール実は決まってます。あとはもう最終的な詰めになりますので、まあ、今年やったところは大体やる。で、プラスアルファ新しいところが出てくるかなという感じでございます。だから今年のイベントを基本的に追っていただければ、来年も同じような感じでやるって思っていただいて構いません。まあそんな感じですね。
はい。なので来年も頑張って作りたいと思います。はい。まあ、業務としては、まあ、5日、6日から、まあ、事務所作業から入っていきます。まあ、ただ2日から工房の方にはこもりたいなと思っております。明日は、元旦は、なんとか、休んで。まあ、今年、本当に、バサバサやっていきました。来年も同じようになるのかな。本当によくわかりませんけど、まあ、できる限り。といっても、絶対的に変わらないのはもう材料ですね。もう材料をバンバンに買う。面白いのがあったら買う。そして、使う。作る。皆さんに見ていただく。っていうのはもう変わりません。で、工房施設はペンだけじゃありません。もういろんなものを作っていきます。来年もね、何かいろんなものを作っていければなと思います。まあもちろん、要望があるペンシル、並びにペン。バンバンに作っていきます。万年筆も、万年筆作りたいですね。今年少なかったかな。来年も、来年はもうちょっと作りたいなっていう感じですね。まあ、筆記具、まあ、文具多めですけども、本当に頑張っていきたいなと思います。本当ね、今年ありがとうございました。まあもちろん、こんだけやってきましたので、クレーム等もいろいろあります。まあ、一個一個対応していきたいと思いますし、まあ改善できるところは改善してっていう形ですね。まあイベントのやり方についても今年まあいろいろやってきまして、まあ正解というものはないかなと思っております。でも絶対にね、公平に皆様に販売するということも絶対にこれはね、できないです。もう運っていうものもありますし、もうイベントイベントそれぞれでね、持ってきれる材料も違ってきます。もう、運、不運もありますし、もう何ともならないことも来年もたくさん出てくるかと思います。まあ、なのでね、まあ、それでもなるべく早い者勝ちではないように、まあ、それなりに考えて来年はやっていきたいと思います。いやー、長々喋っちゃいましたね。うん、まあ年末だったのですいません。はい。というわけで、来年、よろしくお願いします。で、かりん紅白のインク、1日、どこかのタイミングでスマホから、ポチッと公開してあげたいと思います。はい。写真は、これでございます。はい。という感じでした。というわけで、今年はありがとうございました。また、来年も1年。よろしくお願いいたします。皆様、良いお年をお迎えください。失礼いたします。